師匠、動物、人間、神様という、あ、今日縛っときゃーっていう、石毛、あれお前の後輩だろ、その後輩がなんで清志とお前のこと呼び捨ててんだ、どんなやつじゃんみたいな。野球界、それはアマチュアも、プロ野球界も、それはまあ先輩がいて同僚がいて後輩がおります。野球界は案外とこの縦社会があるような気がしています。いや、実際僕もあってほしいなという気がしますね。なんか今はこう上級生下級生の隔たりもなくね、みんなこうフランクに、あんまり敬語も使わずに友達感覚で会話があるようですけど、僕ね、ある人に言われたんです。僕の先輩で中畑清先輩がいらっしゃいます。同じ駒澤大学で1年生で4年生、大先輩ですね。まあ、駒澤大学の野球部の身分制度を言えば、畜生、動物、人間、神様という、神様の中畑さん、畜生の石毛だったんですね。で、まあ卒業してプロ野球に入って、まあ巨人、西武という日本シリーズ戦うことがありました。でその時にですね、僕の甘えなんでしょうね、先輩後輩でもありますし、部屋長部屋子でもあったし、その同じプロ野球界で飯も食ってるから、僕の甘えから、日本シリーズの前のですね、収録で、あ、今日縛っときゃーという、そういった三つ神様の先輩を清志という呼び捨てでしてしまったんですよ。いや、僕の中においては中畑先輩は僕のこと分かってくれてるだろうという、まあ許してくれるだろうという、大きな甘えがあったんですね。でその時に、後々ですよ、中畑さんに言われたのは、いや、お前の気持ちはよう分かるよと、だけどなって、俺の中畑さんの知り合いの方々から、中畑よ、石毛、あれお前の後輩だろ、その後輩がなんで清志とお前のこと呼び捨ててんだ、どんなやつじゃんみたいな、お前が誤解を招くぞという、そういう時期が一度あったんだよ。でもう一つは、まあ、プロ野球界に入ってお互い頑張ってきてね、それで、ね、給料とか名前が上がってた時に、ああ、お前ちょっとおかしくなっちゃったのかな、俺もちょっと危惧してたぞという、まあ、何よりも先輩後輩、部屋長部屋子という縦社会があったにもかかわらず、お前が清志と言ったことに対して、俺とお前はわだかまりはすぐ解けたけど、他をそれを見てた人、聞いてた人がお前に対してなんだという人間的な評価をもらえる、されるんで、それは気をつけた方がいいぞという、僕にとっては大きな教訓となりました。それ以来、縦社会、どんなに親しき中にも礼儀あるというんでしょう、必ず礼儀を持って敬語を使って対応するようになりました。ご覧になっていただいてありがとうございます。お願いございます。まずチャンネル登録をお願いします。そしていいねもついでによろしく。それでいろんなこと思ったら、俺こう思うよ、いいねとかいろんなものあるでしょうから、コメントもよろしくです。